没年不詳は、日本の戦国時代の女性。三浦桃和丸、浮田秀家、姿光院らの母。三浦定和、浮田直家に嫁ぎ、一説に、豊臣秀吉の即質的な存在だったとも言うが、定かではない。確かな資料からは損傷としての、大型殿、陰謀の、遠友院が知られている。実名については従来、汚染、汚 大野満など諸説があったが、王仙は口述する、法仙名五輪等の法名からの連想で、また、大野満は、貴人の母の尊称である、大方の語気から生じたものと考えられる。残る、お服は、文禄二年、朝鮮へ出陣中だった、浮田秀家の不残貴人を報じた、豊臣秀吉所長の宛名が、服であることを根拠とするものだが、宛名がただ、服とのみあることは、 諸殺令法上、秀家の母とするには不審だとの指摘がなされており、結局のところ実名は不明とするほかない。一説に豪と伝わる、微前伝も確かなものとは言えないという。古来推測に基づく、様々な見解が出されてきたが、今日では、吉田金美の日記、金美狂気の記事から天文18年に、ほぼ確定したと考えられている。三浦氏や高取氏。 船津つなど諸説がある。遠友院は、文禄三年に母子宝仙にと呼ばれたとの説が広く普及しているが、これは、宝仙名五輪刀や、傍時の過去帳に、宝仙を、浮っきたし午前とすることに基づくものである。しかし実際には、遠友院が、慶長五年以降も生存していたことが、実質諸上から明らかになっている。そこで、道頭を、 生前の逆主母とする見解もあるが、これも当時のイエズスカイ氏の書簡に、当時、浮ッキタサ領を名乗っていた、坂崎直盛の室、浮ッキタシゴが岡山で病死したとの記述があり、時期的にも符号することから、これをこの女性に否定するのが妥当との見解が近年、出されるに至っている。ありがとうございます。